これどこのマフラー、はい、どこのマフラー、どこのマフラー、ビートのワンオフ、あ、ビートのワンオフ、ビートってこの先なんやね。ああ、そうですよね、地元、ね、うん、堺、ここからま5分ほどやわ。ああ、そうなんですか。うん、え、そうなの、あ、そうそうよ、これまっすぐ行ったところ、うん、これ赤字の方がいいビートは自分ちらの地元のメーカーさんだよね。これは何年式？2001年？ジュニアル2001です。ね、2001年やね。はい、あれは？あれ07やったような。07。いや、どうぞ小野さん。ありがとうございます。またお会いしましょう。はい、ありがとうございます。いきなり話振りますからね。ありがとうございます。ありがとうございます。気づけた。またやってね。はい。です、ほならどっちが爆音？アクラボ？どっちも爆音ですよ。アクラボから聞かせて。はい、ではこっちがあのビートワンオンマフラついてなかった？あ、ついてました。あの、うん、ETC と連動させてる。あ、はい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 、なるほど。オッケー、スキーつけて帰ってよ。はい、ありがとうございます。あの、ヘッド周り綺麗に映ってるからこれ。あ、いや、どっから乗る？あ、多分、王かな、大浜から。多分そうやね、大浜から乗るんや。あ、乗ってもいいし、そこの100円高速乗って湾岸入ってもいいし。ああ、100円高速から湾岸っていう手もあるみたいな。仙北自動車道からあそこ100円やから、あ、はい、あれ、これ左ずーっと高架下行ったら仙北の入り口が出てくるから、はい、それ乗って、はい、湾岸入ってもいいし。100円って ETC 使える？使えます。また明日待ってるね。明日 B。 ズダズダ、これを取りたかったんよ。いや、ええ感じやな、これは。考えたね。いいですよ。じゃ、どうぞ、このエンジンかけてもらって、結構ですよ。まっすぐまっすぐ、だから仙北自動車道で見えるから。